い、そりゃどういうことだ。あんた、やっぱりお姉ちゃんに会ったのか。もしかして、例の腕時計のお姉さん？腕時計？おい、どういうことだ。さっさと喋れ。リリ様、落ち着いてください。海賊がそんなにがっついてると、ララ様に笑われますよ。いかなる時も優雅に。作法を忘れず、我々の礼儀にのっとって、喜びを分かちたまえ。だろ？覚えてるよ、海賊の礼儀は。姉貴の口癖だったしな。で、どういうことだよ。説明してもらおうか。話は分かった。で、で、耳は？いや、耳の見分けがつかないなら、顔はどうだったんだよ。たく、たかだか十数年前のことだろ？物覚えの悪いガキだな。本当か？なんだそりゃ、当てになんねえな。それで、その人に関するものは、別れ際にもらったという、その腕時計だけですか？つってもよ。これ、この星のやつだろ？姉貴も記念だってなら、わざわざこの星のものを渡すか？ですね。ですが、だからこそ、ということもあり得ます。刑事様、その腕時計分解させていただいてもよろしいですか？大事なものだということは重々理解しております。ですが、思い出の女性がララ様かどうか、これでわかるかもしれません。ケイ君。いかがでしょうか？ケイ君、お願いしよう。不安なのはわかる。でも、ケイ君、いつも気にしてたじゃない。わかるよ。言葉にはしなかったけど、その時計を見るときの顔を見たら、わかるよ。ケイ君、このチャンスを逃したら、もうあのお姉さんのことはわからないかもしれないんだよ。それに、私も、お姉さんのこと気になるし、ね。そうですか、助かります。いえ、ええ、もちろんです。見つけましたね。きっと何かしらのデータですね。中身はわかりませんが、ララ様の生体サインが含まれています。その人にしか書けない DNA データの含まれたサインといったところでしょうか。じゃあ、やっぱり姉貴は昔ここに来たってことか。ええ、その可能性は高いと思われます。転写ではなく直筆ですし。そっか、そっか。姉ちゃん、ここに来てたのか。そっか。よかったね。お姉ちゃんにつながる手がかりが見つかって。うん。って、いや、
違う、そんなの全然よくねえし、っていうか姉貴もういねえし、残したこれもただのガラクタか何かだろ。 いえ、そうとは言い切れません。中身を見ないことには分かりませんが、これは紛れもなく意図的に作成されたデータです。これはビーコンとなるように作られています。ええ、これを目印にララ様はここに戻ってくる意思があったのだと思われます。そしてアルネもあなたではなく、この生体データに反応して今の姿になった。だから姉貴と同じ耳だったのか。胸はねえけど。だからララ様の生き写しのような姿だったのですね、胸以外は。ええ、あなたのロリコン容疑は無事に晴れました。冤罪です。あたしらからしたら、あんたたちこそ宇宙人だけどな。そっか、姉貴この星に来てたんだな。たく、こんな辺鄙な星まで来やがって。そりゃ探しても見つかんねえよ。たくよ、なんか嬉しそうじゃん。うっせえ。で、これから海賊さんはどうすんの？ふん、こちとら天下のニャゴヤコーチ2世直系のシャモニ一家だ。このデータはいただくぜ。ふん、卑怯者か。好きに言え、こちとら海賊だ。卑怯卑劣が当たり前なんだよ。そっか、ここまで来て話し合いはなし。やっぱり海賊っていうプライドは貫き通すんだね。当たり前だろ。あたしゃシャモーニ一家の大黒柱、リリ・ルカルサ・シャモーニ様だぞ。うん、そっか。じゃあこの船爆破しちゃうね。はい。今なんと、あたしが普通に何の考えもなしに乗り込んできたと思う？エンジンルームとか配電室とかヤバそうなところに爆弾を仕掛けてきたに決まってるじゃん。これが起爆スイッチ、カチッと押せばみんな爆発だよ。気は確かですか？ケイ君、あれって町内会の福引きの残念賞でもらったただのボールペン？さあさあどうする？カチッと行く？こっちとら気が短い江戸っ子だよ。エンジン壊されたらさすがにずっと帰れないんじゃないの？あんた海賊より悪どいね。さすがクレイジー宇宙円盤焼き女、なんと卑劣で恐ろしいことを。ささどうする？降参しなさい。誰が？この時計はお返しします。どうぞ。即決かよ。おい、ミニョンを破壊されるぐらいならデータなんぞ不要です。さあリリ様、早く返して。うわ、相棒はこう言ってるけど大将はどうなのさ。ったく、原住民だと思って舐めてたぜ。あたしも焼きが回ったもんだ。だがこっちとら腐っても海賊だ。脅されて即はいそうですかなんて。海賊のプライドとかいいですから返す。いやいや、おめえ海賊がプライドをなくしちゃおしまい。お小遣い減らしますよ。え、ほら返さないと3時のおやつがなくなりますよ。返しなさい。え、いやいや、え、はい、お小遣いに続いて3時のもなくなった。次は食後のデザートが。わかった、わかったから返す返す返すから。ほらよ、ほら返した。よくできました。
あ、ようやく折れたね。あの金属娘も今すぐ解放してやる。だからもう帰ってくれ。オッケー。じゃあアルネンを誘拐したことはこれで見逃してあげる。たく、原住民に帰り討ちに会うとか、海賊としては墓に持ち込むレベルの恥だよな。じゃあ他のはどうしよっか。は？何とぼけてんの？花火大会のこと、ドリンクに変な薬を混ぜてみんなを猫にしたこと、刑事とシノさんを誘拐したこと。おいおい、さっき許すって言ったよな。うん、言ったよ。アルネンの誘拐についてだけはね。あんた、なかなかどうして海賊に向いてんじゃねえか。ありがとう。就職先に困ったら考えるね。それで船長さん、これらの悪事にどう落とし前つける気？全部私が責任を取る。ただし他の奴らは見逃してくれ。つうか手を出したらただじゃおかねえからな。へえ。リリ様、マジか。リリ様、さすが我々のボス。なら私も一緒に処分を受けます。おい、ヤニ、何してんだ。私とてシャモーニの名はなくとも一家の一員、親と道を共にするのは当然です。当然、俺たちも親分だけにいい格好はさせない。どこまでもついていきますぜ、親分。おめえらみんな仲がいいじゃない。うせえ、腐ってもシャモーニ一家だ。なめんじゃないよ。そうだそうだ、なめんな原住民。ケイ君、もういいよね。クミコちゃんも。そうですね、賛成です。あ、なんだよその通じ合ってる感は。反省してる？ああ、まあな。ん？なら許してあげる。は？許す？海賊王か？誘拐に花火を故意に暴発、あとはニャーニャー剤の無断投与。ん？宇宙刑務所で懲役800年代が狙いそうですね。そうだ、許すったって、その極悪業者少女ガールが言った通り、落とし前はつけねえとダメだろうが。うん、そうだね。悪いことをしたら反省する、大事だね。でもこの星でのけじめのつけ方なんて知らないでしょ。なら私に任せて。あんた、もしかしてそんな顔して相当なフィクサーなのか。違うよ。でも安心して、リリちゃん、あなたたちのことはこのアクネシノと大崎刑事が預かるから。Them has kept me astray.
too soon to act on it. Can we ever be? That all depends on what you're feeling from me. Let me show you all the way. Let me show you all the ways. Oh, oh. Let me show you all the ways. この度はご迷惑をおかけしました。本当に申し訳ございませんでした。はあ、謝んのあと何件。もう少しだから頑張って。ああ、でも声が出てるのはいいけど、だんだんやけくそ気味になってきてるのはダメだよ。そりゃそうだろう。ご丁寧に町内一軒一軒すべてに頭を下げて回って、しかも同じ謝り方はしちゃいけないとか、わけわかんなさすぎてやけくそにもなるっての。自分できっちりけじめつけるんでしょ。ほら、つべこべ言わず次行くよ。わかった、わかったから引っ張るなっての。てか、まだ全然次の謝るネタ考えてねえんだけど。にゃがー。あの方にかかるとうちの船長も肩なしですね。船長、ご覧の通り意地っ張りの見えっ張りですので、私の助言は火に油を注ぐだけかと。それにしてもなんだかんだとあの船長を扱えているのは賞賛に値するかと。ええ、意外です。へっぴり腰でこちらに銃口を向けていた方と同じとはとても思えません。自分よりも他人を優先するタイプですか。なるほど。ならば昨日の不慣れな銃での威嚇も納得できますね。撃たれるとは思いませんでしたが、素人は暴発させる可能性がありますからね。しかし、お人よしといえば刑事様、あなたも相当ですね。誘拐犯に敬語を使うのですから。年上を敬うというこの国の文化ですね。私たちの星では血筋と実力が全てでしたので、多少違和感がありますが。なるほど。こちらの格言にある「罪を憎んで人を憎まず」というものですね。だとしても、やはりニャンコニアの民としては相当なお人よしに感じられるのですが。ええ、ですがそちらの習慣というのも尊重しますので、無理強いはいたしません。ですので折衷案として、私のことは最大限の愛情を持ってユニタンとお呼びください。ニャンコニアには殿方が少ないのです。なので辺境の惑星だろうが何だろうが、ピンときたら即確保すべきだと育てられておりますので。私はリリ様と違って冗談など興味ありませんが。ユニーたん、ニャンニャン。私の故郷では年上を最大限に敬う親愛の証として
相手の名前の後ろに単をつけるという文化がございまして、歴史が浅いのは認めましょう。ですが、私が言い切った以上、ないとは言い切れません。おーい、ユーニー、何油売ってんだ、早く来いっての。おや、私としたことがリリ様を放置してしまうとは。それでは失礼いたします。ユーニーいたいい気分に水を差すんじゃねえよ。ああ、いつも通り世間話。なんか私が謝ってる時間より、あいつがくっちゃべってる時間の方が長いんだけど。しかし、なんでバカ丁寧に一軒一軒回んのかね。どうせなら全員集めていっぺんに謝った方が効率的だろうに。だろう？しかも同じ謝り方はするなって、何の意味があんだよ。タコ、気持ちを込めるか。それならそうって言えばいいのによ。そういや、姉貴も言ってたな、他人をないがしろにしていいことなんて一つもないって。当たり前だろ、あたしの姉貴だぞ。って、あ、いやいや、違う、違うぞ。今のあたしが姉貴をどう思ってるとかじゃなくて、シャモーニの血筋として当然って意味でだな。あ、そりゃそうだけど、そのにやけ顔やめろ。大事な時計をもらったお姉さんだったんじゃないのかよ。なのに覚えてないってどうなんだよ。あったかいね、あの姉貴が。みんなお待たせ。それじゃあ、あとはボランティアの町内清掃して今日の活動はおしまい。道具は今ユニちゃんとコブンちゃんたちが取りに行ってくれているから。うっし、やるか。おーい、どうだ、なんか見えるか。落ち葉と土が溜まってる。なるほど、了解しました。おお、どんな調子だ。よう大将、抜かりないからんなちょくちょく確認に来なくていいぞ。です。そうはいくかよ、しのちゃんにしっかり監督するように言われてんだ。ボランティアしてるかどうかよく見てあいてねって。監督っつうか監視っつうか、案外抜け目ないね、あののっぽの姉ちゃんも。おい嬢ちゃん、悪いことは言わねえ、絶対にしのちゃんにそれを言うんじゃねえぞ。
あ、なんだよマジな顔してなさって。慣れねえ敬語とかいいからよ。わかったか、しのちゃん、背のこと気にしてんだって。うん、刑事、結構な地雷なのか。そりゃあマジやべえ死活問題だな。肝に銘じとくわ。リー、どんな感じなんだい、チャイナの姉ちゃん。どうやら台所の雨漏れは雨どいの詰まりが原因で溢れた雨水が屋根伝いに染み出てきたものと思われます。あと、これは宇宙海賊副官としての制服です。なるほどなるほど、海賊ってのもハイカラなんだね。大将、高圧洗浄をおすすめしますが、いかがしますか。お、やってくれ。にゃんにゃん。ではみんな、洗浄をお願いします。にゃんにゃん、ユニタンのご命令とあらば。あて、おい、待て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 、ちゃんとカバーしてからじゃねえと周りに汚れが飛び散るだろうが。あと上の方、金具が緩んでるからちゃんと締めとけよ。にゃんにゃん。なんだその態度の差は。何度も言ってるけど、あんたらは私の子分であってユニーの子分じゃねえんだぞ。リリー、うるさい、口より手を動かす。なんだい金属娘、だいたいこれは私たちのボランティアだ、手伝ってくれと言った覚えはねえぞ。ところで、ペットは世話してくれる人に懐くらしい。リリー、子分の世話してる？ぬぅ、それは…は、鼻で笑うな。おお、海賊娘、今日も元気にバス飛ばやってんじゃねえか。感心感心。うっせえ、てかてめえ、ちゃんとトイレ使ってんだろうな。前みたいに変なもん流して詰まらせたら、ラバーカップ口にはめて窒息死させっからな。うっほー、かわいい子い、んじゃ、頑張れよ。たくよ。ああもう、金属娘、ちゃっちゃとやって次行くぞ。次、まだまだご奉仕が山積みなんだからな。こら、リリちゃん、ほうきを振り回さないの、危ないでしょ。あ、終わってるよ、以後気をつけます。ほら、ちりとり、次はあっちだ、ついてこい。にゃんにゃん。まったくもう、元気があり余ってるんだから。あ、ごめんなさい、お待たせしちゃって。お野菜全部で締めて600円です。はい、ちょうどですね。またよろしくお願いします。悪いね、しのちゃん、あの跳ねっくりが謝ってる間だけって話だったのに、結局手伝ってもらっちゃって。いえいえ、こっちは気にしないで。八尾直さん直伝だから、野菜の目利きには自信がありますから。そちらは引き続き監督の方をお願いします。そうかい。いやー、しのちゃんってば、嬉しいこと言ってくれんじゃねえか。よし、任せたぜ。大将、屋根の手入れが終わったので確認をお願いします。あいや、どれどれ、どれほどの文句か見てやろうじゃねえか。ありがとう。おいしい。でも店番は全然平気。ケイ君はリリちゃんの方を見ていてあげて。平気平気、こう見えてちゃんと抜くところは抜いて休んでるし、
そもそも、ケイ君に野菜の良し悪しがわかるのかな？じゃあ、行った行った。今日のケイ君は、アルネちゃんたちの保護者役なんだから。あ、ケイ君？心配してくれて、ありがとう。おいてめえ、今度小銭拾うふりしてスカートの中覗こうとしたらドミンチにして宇宙シャチの餌にすんぞ。ありがとうございます。というわけで今日のボランティア活動はおしまいです。まあ一部はっちゃけすぎたところもありましたが、おおむね町内の皆さんにはご好評いただいてます。まだまだボランティア先は残っていますが、明日以降もこの調子で頑張っていきましょう。にゃんにゃーって何あんたまで返事してんだよ金属娘。しーな、今日もお手伝いした。うん、えらいえらい。はい、これ今日の分のお駄賃。おい、なんだあれ。おや、ご存知ありませんでしたか。あの子、この数日私たちのボランティアの手伝いをしてお小遣いを得ていたんですよ。いやまあ、それにも驚きなんだが、額だよ、額。何平然としてんだ保護者。あんだけ働いて10円っていいのかよ。飴玉1個買えるか買えないかだろ。何何、どうしたの。出たな腹黒女。あんたところどころえぐいところあると思ってたけど、やっぱり相当な腹黒だな。え、私なんかやっちゃったっけ。ああ、そういう。ほら、平然とした顔だ。ほんと腹ん中真っ黒だな。いや、もはや黒じゃ収まらない。闇だこの腹闇女。そう言われても、私が小さい時はそれが普通だったからな。あ、そうなのか刑事。なんつう星だ。私がガキの頃でも一回家業を手伝えば、ぶんどったピアスの一つや二つもらえたってのによ。リリちゃんって時々変なところで引っかかって可愛いよね。おお、なんだ、今日のお勤め終わったのか。ああ、お父さん、うん、今終わったところ。出たな腹闇の元凶ハゲ。あるね、文句があればこいつに言え。なんだったら私がガツンと言ってやんぞ。なんだか知らんが、相変わらず元気があり余ってるやつだな。結構結構、最近どこにいてもそのやかましい声が聞こえてくんぞ。おめえ、最近頑張ってるそうじゃねえか。あちこちでよく働いてるって評判を聞くぞ。ふん、当たりめえだろ。やるからにはとことんのシャモーニッカをなめんじゃないよ。それに聞いたぞおめえ、銀河はるばる姉ちゃんを探しに来たそうじゃねえか。はあ、誰がそんなこと言って。シノ、あんたか。こっちがご奉仕で汗かいてる時になんかぺちゃくちゃ依頼人と喋ってると思ったら。別に隠すようなことじゃないよね。誰か何か知ってるかもだし。あ、もしかして情報収集してたのか。あ、ごめんね、私てっきり話しちゃってもいいものだと思って。ごめん、
もう秘密にしておくね。と言っても、もう町内会中に広まっちまってるだろうけどな。うわぁ、通りでなんかことあるごとにババアどもがお菓子とかジュースを差し入れに来たわけだ。原住民特有の奇襲かと思いましたが、謎が一つ解けましたね。つうか、シノ！私が姉ちゃんを探してやってきたとか、適当なこと広めてんじゃねえよ！いいか？あくまで、あくまで、海賊家業のついでに、本当に気が向いた時に探してるだけだ！ジョノキョ、誰があんなバカ姉貴を！うんうん、早く見つかるといいね。にゃがー！ま、何にせよ、この町じゃ働き者は歓迎される。せいぜい頑張れや。うん、分かってる。腐っても天下の社紋に一家。一度受けた仕事はきっちりこなす。あ、ごめん、リリちゃん。まだ今日のお仕事一件残ってた。先方の時間の都合で後回しにしてたの、すっかり忘れてたの。終わったんじゃないのかよ。もうすっかり帰る気だったのによ。リリー、なんだよ、金属娘。天下の社紋に一家、一度受けた仕事は？リリ様、まさか社紋にの名を汚す気では？社紋に一家もここまでか。わかったよ、やってやるよ。いいかしの、これは貸しだかんな。